はい、皆さんこんにちは。いつもミニ一宮のチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ですね、セールスコンサルタントの、西川が、ロンドンのイーストエンドにありますストリートアートの聖地、ブリックレーに、インスパイアされた、ミニブリックレー衣装をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ミニブリックレーの中でも3ドア、5ドア、クラブマンの、3種類に分かれております。で今回は、こちらの3ドアをご紹介していきたいと思います。まずこちらの3ドアですね、ボディカラーなんですが、ホワイトシルバーメタリックのお色となります。なんとですね、このお色も今では、お選びいただけない、色になってしまったんですが、今回ブリックレーンに、特別に採用されたホワイトシルバーメタリックとなります。はい、またですね、こちら屋根のお色がサンマリノブルー、とても鮮やかな青色になっております。通常のミニですとボディの同色カラー、また、白、黒、ごく一部の車両にシルバーの設定がございますが、このサンマリノブルーはこのブリックレーン専用色となっておりますので、とってもおしゃれなお色となっております。はい、こちらですね、このストライプはレンガ作りの建物から、着想として作られたものとなります。とっても一本でおしゃれに決まっていると思います。はい、そしてもう一つですね、こちらヘッドライトロニングがフローズン仕様となっております。ヘッドライトにエンブレム、ドアノブと後ろのテールゲートも全てこのクローズン仕様となっております。通常はですね、ここがシルバーのメッキ仕様となっておりますが、このとっても触り心地のいいクローズン仕様となっておりますので、またこれも目につく仕様だと思います。こちらですね、ボンネットのストライプと同様に専用のストライプとなっております。またこちらも専用のサイドスカットルとなっております。なんとですね、こちらの車、このミニの専用のホイールキャップなんですが、走行中もですね、このようにミニのマークが常にここに来るようになっております。とってもおしゃれなマークですね。はい、それでは、室内の方をご紹介していきたいと思います。こちらドアノブもクローズン仕様となっております。そしてドアを開けると、こちらブリックレーンの専用のスカックプレートとなっております。また、シートもですね、このようにレザレットシートとなっておりますので、非常に質感のいいシートとなっております。それではちょっと座ってみたいと思います。とってもですね、内装もおしゃれになっておりまして、またこちらブリックレーンの専用のステッカーも貼っておりますので、とっても室内がおしゃれになっております。いかがでしたか。なんとこちらの車、180台の限定販売となっております。ミニ一宮には3ドア、5ドア、クラブマン、各種ブリックレーン勢ぞろいしております。ぜひ皆様のご来店お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。